ドイツ料理、ドイツ料理、ドイツ料理は、ドイツで食べられている料理。ドイツ語圏のオーストリア料理やスイス料理やや、ルクセンブルク料理なども含むことがある。ドイツの料理は、フランスやイタリアなど南の暖かく、食材に恵まれた国々の料理とは異なり、フード的に食材が不足しがちであるため、これを解消するための工夫が凝らされているのが、特徴である。陶器は、 作物があまり取れないためマリネやザワークラウト、ブルスト、ソーセージなどの保存食品が発達してきた。フランス革命後、旧貴族やそれに関係した人々が多くドイツに移ってきため彼らの影響も受けている。またドイツは中小の諸法がまとまって成立した連邦国家で、しかも東西南北に広がり、南部のバイエルンの山岳地方から温暖なライン地方、 北の古生地方まで、フードも農産物もバラエティに富んでいるため、一口にドイツ料理といっても、数多くのバリエーションがあり、地方によってそれぞれ名前も異なる。新大陸発見後、南米からもたらされたジャガイモは、長い不作の時期、ドイツの民衆の上を満たす上で多大な貢献があった。当時の食料不足から来る、口べらしの悲劇は、 グリムドーアのコステやウバステで話の中にその痕跡を残している。特に第一次大戦においてはイギリス軍の海上封鎖があり、食料供給は極端に不足し、多くの合死者を出した。ドイツ最大の危機は1916年でルタバガで上をしのいだと言われる。アデナウアーは代用品の開発に力を注いだ。第二次世界大戦においてはナチス政府は主旨の工夫をしたが、 その一つは、アイントプフ、質素な鍋料理を推奨したことである。アイントプフの日曜日、キャンペーンでは節約した金を寄付することを奨励した。ドイツの料理では、ジャガイモを使った料理が必須のメニューに数えられる。女の子は、ジャガイモで、フルコースの料理ができるようになれないと、お嫁に行けないという言葉があるくらい、ジャガイモは大きな役割を持っている。 最も現代のドイツ人が毎日ジャガイモばかり食べているということはなく、ジャガイモが主食になることもない。一般的な傾向として保存食としての人参など各種野菜の酢漬け、ピクルス、保存された肉や魚の加工や調理が軸になる。魚料理は白身魚のフライと鯖やうなぎの燻製が有名で、北海沿岸部のブレーメンなどには、 魚料理を出す店も多い。内陸部では、コイマスといった、淡水魚が養殖され、旬に応じて食べられている。ドイツでは、朝食と夕食を簡単なもので済ませ、その分昼食は、時間をかけたっぷりと食べることが多い。学校や職場に行く時間が早いので、午前10時、前後にコーヒーブレイク、俗に、第2の朝食を取る習慣がある。 夕食を乾燥に済ませる場合、特に、アーベントブロート、アベンドブロートすなわち、夕べのパン食と呼ぶ。シチューや、肉料理のような、温かい食事、ウォームズエッセンを取るのは1日に1回以下が普通で、他は、冷たい食事、コルテスエッセンとなる。後者は加熱調理をほとんど使わずに、用意できる、食事のことで、パンシリアル、マーマレード、 ハム、ソーセージ、サラミなど塩造品、チーズやカードなど乳製品、簡単な卵料理、コールスローやサラダから成り立つ。一般的には、南ドイツ地方の方が、北ドイツ地方よりも、食文化が栄えているとされる。南ドイツは温暖で、土地も肥沃である。したがって、小麦やワイン用ブドウの生産が可能である。ただし、海水魚を使った、郷土料理など、 北部でしか食べられない料理も存在する。ドイツでは豚肉、牛肉、鶏肉が主に消費される肉類であり、豚肉が最も人気がある。2011年においては、ドイツ国民一人当たり平均での肉を消費した。課金では鶏肉が最も一般的だが、アヒルガチョウ、ナナメントリも食されている。狩猟の肉、とりわけ、イノシシウサギ、鹿、 生地は秋から冬にかけてが旬とされる。ラムとヤギ、馬も食されるが、食材としては稀な部類に含まれる。肉は通常ポットローストやフライパン炒めで調理されるが、これらのレシピは大抵フランス料理由来である。硬い肉を柔らかくするために用いられる調理法、ザウアー油ン、マリネ肉、酢やワイン酢と混合し、数日漬け込むといった方法は、 ドイツ国オリジナルである。ソーセージ、作りはドイツの長い伝統であり、数百の地域バリエーション、1500以上の種類が存在する。現在も多くのブルストがドイツのソーセージや、で天然の豚、鹿、牛、鳥、羊、ラムの蝶詰めとして作られている。最も有名で最も人気であり、一般的に、 ひき肉とスパイスで作られたブラートブルスト、ブロートワースト、豚肉、または牛トンを燻製にし冷水で調理されたビーナー、ウィーナー、血液、豚やガチョウが多いで作られたブルートブルスト、ブルートベストやシュワルツブルスト、シュワルツェワーストなどがある。コールドカットには数千種類がある。地域特産品、例えばミュンヘンの白ソーセージはバイエルンで 一般的も存在し、国の多くの地域で見られる。ドイツを代表する野菜といえばジャガイモである。その起源は、フリードリヒに世による、ジャガイモ栽培キャンペーンから来る。そもそも、ドイツ国内において、ジャガイモはその見た目から、民衆から嫌われ、食べるのを避けられていた、洗っていない、皮を剥いていない状態。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。